いやー、突然ですが、引っ越します。ちょっと自分でもびっくりなんですけれども、クイーン入るし、結構急に決まったもので、ちょっとめっちゃバタバタしており、あんまりこう Vlog ができなかったんですが、ちょっとピノアグレッシブな骨の音聞こえたらすいません。実はあさって引っ越すことになりまして、もうどこから話せばいいのかな。ここで撮影した YouTube とか、今までの Vlog とかね、見ていただいてる方はわかるかと思いますが、実はこの家まだ引っ越してからそんなに経っていなくて、また引っ越しっていう感じなんですけど、この家去年の9月からかな、入って引っ越して3日目に大洪水になりまして、この部屋がね、今いるこの部屋がこんぐらい浸水して、結構広い部屋なんですけど、そこが全体的に全部浸水したので、かなりやばかったんですけれども。やばすぎ、これもうどうすんのこれ。やば。笑うしかない。やばい。強い。強い。引っ越し3日目だったので、全部こういうふうに家具をこうやってセットアップしていなくて、全部机が置いてあったりとか、箱が置いてあるだけで、まあ、箱をね、この机に載せたりとかして、そんなに被害はなかったんですけれども、まあかなりびっくりしましたよね。引っ越して3日目に。こんなことになるとはみたいな感じで大変だったんですけど、まあ、それを乗り越えて生きていましたが まあその他にもね、結構いろいろ問題がありまして、この部屋の天井から水漏れして、その水のせいで天井にめっちゃ穴が開いていたとかね。それはインスタストーリーとかでお見せしたことあるかもしれないんですけど、一番ガチすぎてちょっとやばすぎてみんなに言えなかったことが、ここの家駐車場ついてるんですよ。ニューヨークで駐車場ついてるって結構レアで、めっちゃいいじゃんって感じなんですけど、なんとその駐車場に車を止めていると、冬になると多分ね、ニューヨークにいっぱいいるネズミさんたちがいるんですけれども、そのネズミさんたちが暖を求めて車のところに来てしまって、車の中のエンジンとかの部分がディズニーランドみたいになってしまって いたっていうね、まあ、そういう事件がありまして、しかも2回あって修理に出したりとか、かなりやばい系でした。もうちょっとあんまり詳細はちょっとね、割愛しますけれども、すごいやばかったんですよ。まあ、そんなね、いろいろ大変なことがありましたが、ニューヨークに来てもうすぐ2年、その前はサンフランシスコというところにいたんですけど、まあ、結構ニューヨークやっぱいいよねっていうことで、まあ、しばらく居そうだし、ちょっと夫婦のキャリア的にもニューヨークでも家を買った方がいいんじゃないかっていうことになって、新しく家を買いました。
ということで、次の新居は結構しばらく住むつもりでホームにしていきたいところになっていくんじゃないかなと思います。この Vlog はそんな引っ越し報告と引っ越しの様子、準備の様子をちょっとお見せできればなと思っているんですけども、いやもうめっちゃ大変です。ということで、今ね、今日は、引っ越しの日、引っ越し屋さんが来る日の2日前ですね。このチャンネルに結構長いこと登録してくれている方は前の引っ越しの時の Vlog を見ていただいたかもしれないんですが、前の引っ越しはマジで超やばくて、ブルックリン内で引っ越したんですけど、だから車で15分ぐらいのところ、今回もここから新しい家は車で15分ぐらいなんですけど、前の家もここから15分ぐらいのところでだったんですけど、引っ越し代が膨れに膨れ上がって、サンフランシスコからニューヨークに引っ越すのとそんなに変わらないぐらいの値段になってしまったので、やばかったんですよ。何も準備せずになんか全部やってくれるパックにしようと思ったんですよ。ちょっともう忙しいから、そこはちょっとお金で解決できるならお金で解決しようと思ったら、それがなんかもうあまりにも高くなりすぎて、うちの家庭は人間2人しかいないんですけど、人間2人分の荷物の量じゃないんですよ、まあ、特に機材とかめっちゃ多いので。だって人が2人しかいないのにマック何台あるんだよみたいな、ディスプレイも何台あるんだよみたいな、カメラも何台あるんだよみたいな感じなので、ちょっとね、あの人に任せようとするのはもうやめようと思い、今回はちま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 、あの毎日ね、ちょっとずつ、荷物を運んだりしています。なので前回よりはマシになるはずだと思っています。全部洗いました。エコだから全てのガラスの瓶を取っておいて、こういう風にね、切った植物を育てていますが、ちょっとやりすぎかもしれないね。どうでしょう皆さん。あー、憧れのスカイライト。ここがベッドルームですか。どう？ここがオフィスになる予定です。プラントの引っ越し作業をしてます。まずは植物ちゃんたちの、まだこれでも一部っていうのまだあるよね。でかいやつがまだ残ってます。第1ラウンド終了。なんか植物園になってます。ここは完全に物がなくなった。そしてこれを第2弾で持っていこうかなという感じなんだけど、疲れた。めっちゃ雨降ってきたよ。雨にも負けず完走、第2ラウンドです。開通。はい、何日ぶりに来ましたっけ。3日ぶり、4日ぶり、4日ぶりに来ました。初めての夜どうですか。
冷蔵庫がプログラマブルです。プログラマブル、すごい。ここがフレックスゾーンらしくて、うん、ここから選べる。へえ、あ、白ワイン専用とかできんだね。ラックがあるかもね。あ、そっかそっか、すごい。へえ、それに適した温度にできると。これなんかサムスンの冷蔵庫です。スマート冷蔵庫、アンドロイドが入ってる。すごいね、パワーフリーズ。まあだからもうすでに、それは冷凍庫。あれ、冷凍庫って0度わかんないあ、アイディールテンプチャー0度だって。まさか。あ、え、F 華氏0度だから、摂氏だとめっちゃマイナス何十度とかじゃない、マイナス15度とか。というこんな感じで準備しておりまして、あさって引っ越し屋さんが来るので、それまでにいろいろまたさらにできるところをやって、なるべく追加料金がかからないように今回はちょっと節約してね、頑張っていこうと思います。この後の引っ越し Vlog の続きはまたパート2ということでお届けできればと思います。ということで、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録しておいてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。